こんにちは。今シーズンから分析を担当することになりました丸山と言います。対戦相手をしっかり分析してチームに貢献したいと思います。サポーターの皆さんも応援よろしくお願いします。こんにちは。ゴールキーパーコーチの高橋です。35日間のキャンプ、鹿児島、延岡、そして宮崎に来てやったわけなんですけど、非常に充実したキャンプが過ごせました。開幕戦山形となんですけど、間違いなく死闘になると思います。皆さんの応援よろしくお願いします。こんにちは。コーチの小林です。皆さんのサポートが仙台の本当に大きな力になります。一緒に勝利を分かち合いましょう。フィジカルコーチの西方です。このキャンプでは、本当に選手、地平度を吐くくらい本当に入った選手もいますけど、頑張って、やってこれたと思います。なので1年間選手が躍動する姿楽しみにしていてください。よろしくお願いします。仙台の皆さん、こんにちは。コーチの原崎です。このキャンプ最高の準備ができたと思います。開幕戦、スタジアムで一緒に戦ってください。よろしくお願いします。監督の渡辺です。今から仙台に帰ります。挽回、献身の精神を胸に、今年は岩佐で大暴れします。ぜひ皆さんの力を我々にください。いざ、共闘。